今新人で一生懸命皆さん方、越谷市民の皆さん、草加市民の皆さん、自民党ここがあんなきゃいけないよっていうことを一番聞いてるのは氷川田だから。氷川田は自民党を変えるから。誰がやっても同じだと、どの政党がやっても同じだという諦めのその情緒の中からは何も生まれてこないというふうに思います。こういう厳しい現実だからこそ、さらにもっといい現実を目指してやっていく、そこを目指して、そこを提示していくのが国のリーダーであり政治家であると思いますので、どうぞ私に託していただきたい。どうぞ氷川田と同じ思いで、国家のために、次の時代のために、一人でも多くの方の無視を賜って奇跡を与えていただきたい。